ここが岩崎弥太郎の世界。このまま残ったの。ああ、ぶつよ。我が国近代産業開発の記念すべき地でもあるんやって。かやぶき屋根の生花と樹木は昔のままで、庭に置かれている石は日本列島のように置かれています。弥太郎が世界に羽ばたく夢を表したものだそうです。あの3つ、あ、ほんま石が三段がすごいな。あ、富じゃないの、こっちかみたい。ほんま、これが今の三菱のマークの最初だよな。最初っていうか、ここから来たってことやな、うん。だから後ろの蔵の軒下には三菱のマーク入れて残してあります。見てみてください。どこどこ。こっちにはもう三菱のマークになってます。綺麗に回答。これなんか身元書くんですか。そうそう、書ったの、かわいい身元ね。へえ。この映画館っていうのは、この昔の映画とかを流す感じなんですか。そうね、鬼古い映画ですね。去年の59年前のやつ。これも、館長さんの好みで今日はこれしますみたいな。そうそうそう。ああ、そうなんだ。鬼のあるし、リクエストもたまにあるけどね。へえ。今日は何、ちなみに流したんですか。今日はもう来ねえが。青井さんの、あ、こうのやつはここに来て、そうそう、24日までね。うーん、青井さんのやつって吉野さんや、59年前の顔やね。竹中直人さん、狩野英孝、小林明、顔谷拓三、あんま、はい、映画のポスターが200枚もあるそうです。すごい、こんだけポスターがあるのは日本でもここだけだそうです。で、あそこにコマとかあるんやけど、さっき覗いたのがあのコマとか。この映画館の横にトイレがあって、コロナでトイレが変わったそうです。ちょっとどうぞ入ってください、はい、入ってみて。いや、かわいい。あらー、トイレだけが別世界ということで、確かにかわいいにしてます。あら、まあ、行きます。